ミスターポテトヘッドとは、アメリカの玩具メーカーハズブロ社より発売されているおもちゃ。ミスターポテトヘッドの像。日本ではかつては、タカラトミーより発売されていたが、同社での販売は2018年3月31日をもって終了し、その後は、ハズブロの日本法人であるハズブロジャパンが販売している。 じゃがいもの顔をした人形で目や耳などの顔のパーツを自由に付け替えることができる。全世界で累計1億個以上の玩具が販売されている。妻はミセスポテトヘッド。もともとは1940年代に朝食のシリアル製品のおまけとして顔のパーツを集めて本物のじゃがいも等の野菜に突き刺すと人形が出来上がるというものであった。これが反響を呼び、 1952年にはテレビコマーシャルなどで全米各地で大々的にこの人形が販売され、初年度の売り上げは日本円で5億円にも上った。2014年にはセガトイズが商品加減を獲得し、日本におけるライセンス商品の展開を開始した。1985年にはアイバホ州ボイシュの市長選挙でミスターポテトヘッドが4票を獲得したことがある。 2021年2月25日、販売元のハズブロ社は、ジェンダーニュートラルの観点から、同年秋より、ブランド名を、ミスターを外したポテトヘッドに解消することを発表した。ただし、キャラクターとしてのミスターポテトヘッド自体はそのまま、存続する。1996年に、映画、トイストーリーで登場して、日本でも知名度を上げた。1999年の、 トイストーリー2、2010年のトイストーリー3、2019年のトイストーリー4にも登場する。言語版では、ドンリックルズが、日本語は1と2では、名古屋賞、3と4では、辻一万町がそれぞれ声を担当した。ありがとうございます。